ここのうちが売りに出てるってことです。ここまでか。こんな感じね。バンブーハウスだ。ここが入り口になっていて、こんな感じですね。奥は何だろう。あれ、中2階がある、奥がネイティブキッチンだね。一応流しはある。ここがトイレと、あ、ネイティブシャワーね。ここが広いスペースがあって、こっちがベッドルーム、こっちが物置って感じか。2階に上がりました。かなり急な階段。一応ベッドルームになってるね。ちょっと窓はつけないと蚊が入り放題。トタン屋根、あ、これガラスが入ってる。どっちみち天井板つけないと雨降ったらうるさくて話もできない。こんな感じね。なるほど。マッカノヤアソシエーションフィー。Kasi kami walang binayaran, nag-assume kami. Nag-assume kami. So may babayaran din po siya, pero kasi ginagamit, hindi mo bibiglayan. 50 pesos ba? Hindi po. Bali, kan di hi ikura tsu tte mo 答えが返ってこないから、多分管理費いらないところだから、あんまり管理されてないのかもしれないな。なんだよ、タイトルあるって言ってたのにタイトルないんじゃん。もうこのエージェントも信用できねえな。ね、向かいにはね、ちょっと綺麗な洒落た家があるんだけど、でもまあ前の道がね舗装されてるっていうのがちょっとポイントは高い。まあ、ここが、まあ、サブディビジョン分譲地になっていて、約200世帯が住んでいるってことで、だからタイトル自体は、名義自体はマザータイトルって言って、そのデベロッパーがホールドしたままになってるってことですね。まあ、すぐねタイトル変えられるって言ってるけど変えられないです。まあ、でも住む分には心配がないし、売買もできるんですね。その管理がしっかりしていればいいんだけど、どうだろう。まあ、でも外から見てね、このうち2階があると思わなかったけど、あそこに見えるのが2階。この子がけげんそうな顔で見てる。あ、このうちの子か。もうね、道が分かれてる角のところ185平米で1ミリオン、100万ペソってことです。木が生い茂ってるけど
それほど下がってるわけじゃないから大変ではないかな。ちょっと今謀反が見つからないけど。It's solo title, but no collateral. No. No. No, because the owner is a doctor. You know, some of doctor need really she, need money. She doesn't like the shape of the lot, so she wants to sell it. Ah, but no, I couldn't find the muhon there. Ah, it's because it's so messy now. Before the first time we came here, it's clear. とろとろで今日の昼ご飯を買っております。皆さんこんにちは。今日もフィリピンパラワン島プエルトプリンセサからお送りしています。今日が2023年の2月の5日日曜日です。今日も動画でお見せしたようにね、2軒の、土地家屋をね見てきました。っていうのがちょっと日本にいる人がプエルトプリンセサに家を買いたい、だいたいね1ミリオンちょっとぐらい、まあ土地家屋で150万ペソぐらいでボロくてもいいからないかなってことで、そのエージェントがね案内してくれましたけれども、最初に見ていただいたのが100平米です土地が。でネイティブハウスが建ってましたね。ただ土地の名義がね変えられないってことですね。動画の中でも説明してましたけれども、そこの使用の権利を買ってるってことですね。まあね、どこでも言うんですけど、そのうちにね名義をタイトルを変えられるって、そういう場所を売りたい人は皆さん口を揃えて言うんだけれども、まあ変わんないですね。うまくその管理の組合とかが言ってるところでも7年8年あるいは10年かかったりするんで、ただ住んでる分には問題ないです。で今度それを売ろうと思う時にはまあちょっとね、普通の所有権のあるうちよりは安くなりますけれども、売ることもできます。で100平米であのネイティブハウスがついて85万ペソですって。85万ペソっていうといくらだ、170万の、まあ、200万円ちょっとですね。で、あそこ売りたいということです。多分ね、70万ペソぐらいなんじゃないのかな。180万とか、190万とか、って雰囲気でした。で、本当になんで見に行くって言ってるのに、うちの中はこう、とっちらかったままなのかなと、よく思うんですね。車でもうちでもなんか、ね、売りたい。買う人が見に来るったらちょっと綺麗にするとか、これ日本の常識は当てはめられないですけれども、日本だったらね、うちを売りたいって誰か見に来るったらうち中の電気をつけといてね明るく見せるとか、そういうことしますよね。全くない。あそこの場所は汚いから見ないで、見て見なきゃ買えねえだろうって言うんだけど、そういうのが非常に多い。で中古車なんかもねこう並んでるんだけど、まずね値段出てないんですよ。おかしいよ。だから来た人のね見なりとかそういうの見て決めんのかな。もう最近ね、外国人だからふっかけるってことないです。外国人の方がお金にシビアっていうのがなんとなくわかってるんで、フィリピン人の金持ちっぽい人の方がポンポン金使うんですね。まあ、そんな感じ。で、2番目に見えてたのは土地だけで、こうね、三角形、この両方 Y の字で、道路が分かれてるってことで、この部分ね、こう、185平米。こういう感じか。この三角形。これを、185平米なんですって。それを1ミリオンちょうどで売りたいってこと、100万ペソちょうどで売りたいってことで、1平米あたり約5400ペソです。かなりね、奥まったところなんだけれども、距離的には、ロビンソンデパートまで約2キロなんで、そんな遠くはないんですね。で、途中までずっと舗装路があって、舗装してないところが2箇所あったけど、どのぐらいだろう。合計で300メーターぐらい舗装してないところがあったのかな。かなり静かなとこです。
でハイウェイからもそれほど距離はないんだけれども、なんか随分奥地に来たなみたいな雰囲気するだけあって、静かなところですね。でもちろんこの三角形の、まあ、この部分を売るにしても、こっち側はね今ちょっと草が生い茂っちゃってるっていうんで、静かなとこだろうな。静かに住むんだったらいいかもしれません。で土地の持ち主がなんか医者だって言ってたかな。でね、やっぱりさ、やっぱりこういう地形なんで、地形が嫌いだから持ってたくない、売っちゃいたいって言ったけど、僕ね建てるとしたらと考えたんですよ。こう三角形のこの部分でしょ、そしたらこのこう、この部分をちょっとこうカットして、ここにゲートをつけて、ここの残った三角のとこはセメント打ったりしてね、150平米ぐらい残せるんじゃないかな。台形の土地になるけど。ってところです。多分その金持ち、医者でね、金持ちの人が売りたいって言うんだったら、1ミリオン、随分値引きするんじゃないかなと思って、考えて、ここいいな、なんて言ってたら、マリアが、ここには住みたくない、寂しいって言ってたけど、まあ確かに寂しいって言えば寂しいとかもしれないけど、もう家はね、ポツポツとあるんですけどね。あんなところをね見てきました。ほんとなかなかね手頃な値段でいい土地家屋っていうのは出てこないもんですね。で今日本からねこっちに移住してきて、パラワン島に来たいっていう方、うちを買いたい、フィリピン人の奥様がいる方でね、それとかあの飯島さん土地家屋探してますよね。まあ、ちょっとね見て歩いてるんですけど、なかなかいいとこ見つかんないな。いいとこあるよって言っていくらしたらね、3.5 ミリオンとか350万ペソ。でも800万円って感じ。800万以上か。っていう風になるんで。まあでも日本でね、うち買うよりは全然安いですよね。街中までね、本当に2キロ、3キロで行けるとこって言ったら、まあ日本のね、その、乾燥に行ってしまえば全く別ですけど、日本の乾燥と比べてもしょうがない。うん、まあ人気のある場所なんで、土地のその権利があって、1平米あたり5000ペソ、6000ペソ、7000ペソ、あるいはちょっといいとこだったら1万ペソって、これはもうしょうがないですね。うちもね、なんか安くてね、いいとこあったらちょっと広いとこを買いたいななんて、ちょっと思わないでもないんですけれども、無理だな。はい。今日こんな風に、ね、見てきました。今日この辺で失礼します。